大工を目指すことになったきっかけとなる会社から就職の内定をいただくことができました。建築大工課の富山翔です。建築大工を目指しています。もともと小さい頃から手先を使う細かい作業とかがずっと好きで、そういうのを生かして職に就きたいなと思って、地元にちょうど個性的な住宅をいろいろ建てている会社があって、自分もこういうのを作る仕事に携わりたいなと思ったのがきっかけです。建築士や施工管理技士に向けて専門的な学習を進めることができて、大工の技能においても実際に大工の親方から技術指導を受けることができるからです。住宅に関する全ての知識を身につけて、お客様と信頼関係を築いていける立派な大工になりたいです。